今は油絵。油絵今油絵めっちゃってますリアルなものを持ち帰ります。宝石とか今宝石書いてます。ここはい、字幕つけないと聞こえないし、字幕つけないと聞こえない位置決まってから多いここね。めちゃめちゃ上手くて本当にそうめちゃめちゃ上手くて聞き取りやすくて多分その道のプロを目指した方がいいんじゃないかって私は思いました。歌詞を読むプロそうアイドルじゃなくて歌詞を読むプロの方がいいと思うよ。アイドルやらせてねただやかわいいちかちゃんも見たいからアイドルやらせてね頑張ります頑張ります。なのになんかカメラマンさんが終わりお疲れ様ですとか言うからびっくりしたなんか真顔になることあんまりないので新鮮かなと思います。あと今日はツインテールも新鮮かなと思います。 MV でツインテールするの初めてなので注目です三脚お楽しみに。何十人役国教会じゃないですか。誰と一番結婚したら楽しいかなって想像したんですけど渡辺公明的は井上真由子でした。ヘラヘラしてるんですけどずっとなんか笑ってくれて幸せな家庭築けそうだなと思って真由ちゃんみたいな子と結婚したいなと思いました。あなたは阿
安倍さんは小犬さんっておっしゃってました。あ、嫌です、お断りします。丁重にお断り、スパガタイムズ夢に見てるか、丁重にお断りします。見てるかな。夢里はでも意外とちゃんとしてるんで、なんか家計簿とかめっちゃつけそうで、なんか行き急ぎそうで嫌だ。しっかりしてそうで。ご機嫌うるわしゅう、スパガタイムズをご覧のみんな、夢里姫だよ。パチクリ。これからですね、走るシーンを撮っていきたいと思います。頑張ります。はい、決まった。決まった。はい、よースタート。なんか森を逃げる、なんでしょう、メイド、少女なんですけど、まあね、最近なんか MV で演技することが多くてだいぶ慣れてきました。誰が一番かっこいいか、これから私が見極めたいと思います。私は誰を好きになるでしょうか、問題です。考えといてね。今回はイケメンバスケットボール男子、バスケットボールのイケメン男子が設定らしくて、イケメンですか、女の子の皆さん、俺と勇気と付き合ってくれますか。何でしたっけ、紳士、なんとかの紳士みたいなキャラクターだったと思います。いかがでしょうか。なんかの紳士。何やったっけ、でもなんかマジシャンに見えてきました、だんだん。いかがでしょうか、チコピの断層でした。でもね、怖いけど、アイカなんで大丈夫です。皆さん安心してください。なんかこんなことしたの初めてなので、まあでも、一生に一度だと思うので、今日はちょっとね、一日香港マフィア楽しみたいと思います。はい、OK でしょ。ありがとうございます。これは、真面目な男の子という設定です。結構、意外と馴染みました。どんな感じで映ってますか、これ見栄え。今回は、ロックリーゼントボーイです。で、結構、なんでしょう、普段着ない赤色のズボンに、あと短足っていうか身長短いんです。実はすごく厚底です。可愛いポイントかな。あとは、レンズ用のシャツとか、グラサンがあるので、まだかぶってないです。こんな感じです。なのに親の枠からはみ出したいみたいな、ちょっとやっちゃってる子です。はい、新宿のロッカーなんですけど、なんか新宿じゃなくて大宮って言われちゃって、なんか私お兄ちゃんがいるので、ダンサーしたらお兄ちゃんに似るかなと思ったんですけど、ちょっとあんまり似てなくて、なんかすごいですよね。でも結構様にはなってると思います。はい、こう、店員さんなんですけど、なんか可愛い系の店員さんになりたいなって思ったんですけど、えへん。でもみんなにチャラいってすごい言われて、多分きっとチャラいチャラく見えるけど、多分本当は真面目なカフェの店員さんをしています。どうぞ。先ほどね、誰が一番かっこいいと思いますかって皆さんに予想してくださいって言ったと思うんですけれども、そちらの正解発表をしたいと思います。私が一番かっこいいと思ったメンバーは、
圧倒的の長尾しおりくんです。もうね、しおりくんがね、私の目の前に現れた時もう一目惚れしちゃって、もう本当にかっこよかったです。あのキスの仕方もドンドンチュッて強引ですごくかっこよかったです。ということでね、あのしおりくんとはたくさんツーショットも撮らせてもらったので、もう惚れ惚れしております。皆さんミュージックビデオ見てぜひ確認してみてください。ということで、私が一番好きだったのはしおりくんでした。バイバーイ。すごいすごい見られてる。みんなどうですか、コメント欄に書いて、かわいいよとかかっこいいよとかわかんないけどいいよって。あの悪口いらないです。しおりのいいなってとこ書いておいてください。バイバーイ。こっちを見る。アイカット。ということで、ホタルフィーチャー曲の環状キャンパスのミュージックビデオ撮影が終わりました。イエーイ。すごいね、朝から長丁場の撮影だったんですけれども、もう今日で計何回キスをしたんじゃないかってぐらいキスをしたので、こんな撮影は人生初めてだったのですごく勉強になりました。人生の勉強になりました。今後に生かしていきたいと思います。しょうがないな、無料だけど見せちゃうぞ。みんなありがとう。じゃあねー。 MV たくさん見てね。 AVEX